顔よ、顔顔。何これ、ちょっと悪意あるぞ、この顔。岡部幸男の顔がすごい悪意がある。吉富もなんかすごい柱谷みたいな顔してる。吉田豊がジャガイモみたいな顔してるし。ジャガイモやん、これ。いや、怒られた方がいいよね、これ。いや、ノリさんはさ、一番簡単やん。眉毛太すぎやし。いや、まあまあ、カッチーは、あの、眉毛だけ似てる。眉毛だけ。もう、ひどい中舘さんも。いや、もう、的場さんもひどい。あ、菊沢さん似てるわ。あ、後藤博樹。なんかタコみたいな顔してる。これ、古舘逸郎やん。枝手郎じゃない。これ、古舘さん。あー、橋本博樹は結構似てるかも。結構似てるかもね。ツノマル漫画。大塚海人じゃないからね。あー、でも小畑さん似てるね。うんち我慢してるよね。完全にうんち我慢してる。ちょ、面白いなーこれ。ほのじろ。いや、勝浦さんも似てない。池田哲平は、なんかわかる気はする。この頼りない感じね。あ、一番似てる。村田一世が一番似てるかもしれん。さあ、関西。あー、なんか、竹国彦じゃないこれ。竹豊じゃないわ。竹国彦やわ、これ。いや、ミッキーはイケメンって言われたやんぞ。ひどいなぁ。藤田真嗣がいてるのちょっとレアかも。いや、みないさんもこんな、なんていうの、ジャガイモじゃないよ。あ、一番似てる。Cさんが一番マシやわ。いや、これもひどいな。佐藤哲三も。くなんかもうひどいな。なんか俺が書いた方が似てるわ、これ。もうひどいな、みんな。みゆきさんもっと爽やかやし。お、似てる。高橋涼。高橋涼似てるわ。口歪んでますけど。橋本ゆずみさん。口が歪んでる。そこ揃えよ。ドヒってどんな顔してたっけ。もう、なんなの。角田光一は男前で通ってたはずやで。何これ、青ブダイみたいな顔してるやん。芹沢もうんち我慢してるな。木山慎一郎もなんか、池添さんこんな自信ない顔してない。もっとなんか自信ありそうな顔してるよ。太宰さん。もういいわ。もういいです。